工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。今回の動画かなり長くなります。よろしくお願いします。今回はタイトルでも書きました、ウッドキューブに変わるものということで紹介していきたいと思います。まずこのウッドキューブですね、まあ木の四角いものなんですけども、まあ皆様お客様から欲しい欲しいというお声をいただきまして、今年個展とかイベントで少しお配りしてきました。まあなんで欲しいのかなっていうと、やはりまずは野原工芸さんですね。野原工芸さんの作ったペンと同じ素材のこのウッドキューブが買った時についてくる。そしてこのウッドキューブを磨く、ペーパーヤスリを買って自分でコシ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 ってやって磨いてオイルを塗ってピカピカにするっていうことが、まあ、シーサーさんの YouTube をきっかけに流行っているみたいですね。まあその影響がありまして、工房節にもウッドキューブ作ってほしいですっていう話をすごくいただいて、まあ配ってきたんですけども、なかなか工房節かなり希少な素材使っております。なのでね、ペンと同じ素材をね、皆様に全部お配りするということがちょっとできないんです。まあなのでね、結構バサってコッパを集めて作って、まあ好きなの持っててくださいっていうようなことをしてきたんですけども、まあそこでちょっと何か変わったものできないかなと少し考えておりました。そして、まあ考えたものがペントレイになるんです。ペントレー、今まで工房節、実は作っていました。1本用、2本用、3本用と、まあ長さ違いとか形違いとかで作ってきてたんですけども、まあいろいろありまして、ちょっとデザインをもう少しシンプルにしたく、まあデザインチェンジということで、今、制作の方入っております。まあその中ね、作ってて、どうしても自分で考えたその大きさにね、合わなかった端材っていうのがすごく出てきたわけです。でもね、何度か一本用とかだったらできそうな気がしたんですよね。まあでもさすがに僕の作品としては不揃いになるものっていうのはちょっと出せないかなと思いました。でも、使えんこともない。薪に捨て燃やしてしまうのはもったいない。ということで、ペントレイを作りました。そして、それを、こういった形ですね。特に今回は、黒炭が多いんです。黒炭がすごく、その中途半端な材があって、黒炭でこのペントレイの形を作りました。はい。でですね、磨いていません。オイルで仕上げていません。もう刃物でパシャパシャパシャっと切った状態になっております。はい。で、スターターキットみたいにして、まあ、磨いていただくペントレーとメンテナンスオイル、ペーパーが入っております。ちょっと開けてみましょうか。よいしょ。にゃーん。破れてしまった。はい、すいません。はい。入ってるもの。はい、確認しましょう。ペントレーと、メンテナンスオイル。そして、中にカードも入れておきます。そして、ペーパーが3種類入っております。はい。こういう感じですね。あと、この、今、動画が、撮ってるんですけど、こちらの方を QR コード化して、こういうメッサイズの紙に QR コードを印刷して、これも中に入れておきたいと思います。これから、どうやって磨いていくかっていうのを少しお見せしたいと思います。はい。ペーパー3種類あるんですけど、白いの分かりますね。白いのが180番っていう、この目の粗さがあるんです。で、
240番、320番というふうに、丸が打てるのが320番、これが最後の仕上げですよという意味です。で、数字が上がっていくごとに目が細かくなって、ツルツルになっていくっていうイメージでいいと思います。印つけたのは意外にこの2つ似ているので、色が。はい。印をつけております。でですね、黒炭、まあ他の素材もちょっと用意はしてるんですけども、結構粉出ます。なのでね、マスクは必要です。で、掃除機とかあるといいですね。はい、その辺はご用意してください。というわけで、ちょっと軽くやってみたいと思います。で、僕ね、実はこのペーパーだけ今からやるようなやり方でやってみたら、1個あたりやっぱり30分以上かかりました。まあ、そしたら30分以上になってオイルまで塗るとすごい綺麗になります。はい。ということで。まあ、机の上でもいいですし、まあ、こうやって板用意してもらってもいいです。で、3種類ある。まず、一番数字が低い180番で磨いていきます。でね、磨くとき、まあ、特にこの、V 溝の中っていうのが一番磨きにくいんです。で、まあ、こうやって当てていただいて、手で、こうやって、手で押さえながら、こうやって、磨いていく、ですけど、こうやってね、見えますかね。縦に線がシャカ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 ってついてる。こっちも、こうやって斜めに線が。これ全部刃物の跡です。これを全部消したいわけですね。そうすると綺麗になります。まあ、こうやって磨いていくんですけども、皆さんにはこれしか入ってないんですけど、本当の僕らはこういうゴム板を用意するんです。これにペーパーを貼り付けて、で、こうやって磨く方が圧倒的に早いです。あとは平面とかですね、はハンドサンダーっていう手に持つ機械でブーンっていうって言ってやる、まあ、機械があるわけです。まあ、それでやって早く仕上げるわけですけど。一応、お金をいただかなくちゃいけないので、時間との勝負っていうのもありますね。僕らはそれを使います。が、今回は皆さんには楽しんでほしいので、時間をかけてゆっくり楽しんでいただこうかなと思って、まあ、こういった形。はい。で、手でも当然こうやって磨くんですけど、例えばですね、ペーパー、セロハンテープで、ちょっと止めていただいて、ペーパーを貼って、材をこうやって動かす。これもありです。そうした方が、だれないんです。平面がまっすぐ出やすいので、そうやってやるといいかもしれませんね。まあ、それは一つの案。まあ、手で一生懸命、こうやって磨いていただくのも、いいと思います。で、こっちが貼り合わせた面と折れた部分。折れた部分の方は、この折れたところにもペーパー、そのザラザラ、まあ砂なんですけども、これがありますので、こういう、特にこの V 溝の中はこちらの方がいいかなと思います。うん。シコ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 シと、いっぱい磨いていただきます。一面一面やるんですけども。これやるとね、黙り込んじゃうんですよね。はい。で、ここの面も磨いていきます。特にね、こっちの小口って言われる木をスパンって切った方向ですね。こっちの方はね、すごく硬くてね、取る。刃物跡が取れにくいんで、ここ一生懸命やってくださいね。はい。というわけで、めちゃくちゃ時間かかりますので、これ本気でこのままカメラ越しでやってるとね、とってもやりにくいので、はい。この辺で、やめたいと思います。で、180番で磨き終わったなと思ったら、まあ、
ほうきとかで払ったりとか、そうですね。あんまりおすすめはしないんですけど、ちょっとアルコール、消毒アルコールとかでね、ついた布とかシュッシュって拭いてもらうと粉すごい取れます。はい。で、次、180番が終わりましたら、次、240番で、また同じように磨いていきます。そうするとね、180番でついた線が、今度240番だと消えていきます。はい、こうやって、シコ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 って、ずーっとやってください。気が済むまでやってください。で、角が立ってます。で、まあ、ちょこっとね、240番ぐらいシャッシャッと角やってもらうと、手でやっても怪我しないぐらいになると思います。本当にピンピンになってる時に、手でキュッと押さえて、横にずらすと切る可能性もありますのでお気をつけください。一生懸命この240番で全面磨いていきます。もう納得するまで磨いてください。で、240番が終わったら次、最後320番。320番で、また同じように。しょこしょこしょこ。もうシャカ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 。最後まで一生懸命磨いてください。そして多分320番で十分ね、綺麗になると思います。で、もっともっとピカピカにしたいっていう人はね、400番、600番、1000番、2000番ってあるんですけども、まあ、大体320番から400番で磨いていただければいいと思いますね。まあ、ツルツルにしたい方はもっともっとたくさんのペーパー使ってもらってやってもらっても構いません。まあ、一応、こんだけあれば、十分でした。僕がやってみて、下手したら、片面だけで、十分に磨けるぐらいの量でございます。なのでね、320番まで終わりましたら、そして、まあ、その後、払ってください。まあ、ここ、ごめんなさい。今、何もないので、このまんまやっていきます。はい。そしたら、メンテナンスオイル。出していただいて、はい、布3枚入っておりますので、手洗ってないのでちょっと粉がついちゃいますけど、時間動画ね、めちゃくちゃ長くなるといけないので、とっととやっちゃいます。まあ、こうやってオイル出していただいて、まあ、ちょっと布に馴染ませて、そして磨いたトレーに塗っていきます。全体に塗ります。磨きが甘いので、刃物と足りないなと思ったら足してください。全部塗ります。はい、塗り終わりました。そしたらね、僕のオイルはね、もうすぐ拭いちゃってもらって構いません。で、まあ、で、オイルついてるとあれなんで、こうやって持ちながら、あとはもうオイルを一生懸命、ちょこちょこやりながら拭き取ってください。頑張って、オイル。取ってもらって大丈夫です。あ、こんな感じ。そうですね、こんな感じで拭き取れ
ました。でね、拭き取ったら、そうですね、家にあると割り箸2本割ってもらって置いてもらって、コンって置いていただいて、まあ火の当たらないとこ、まあ部屋の中で、まあ1日ぐらい乾燥させていただくと、だいたい次の日触ってももうオイルのベトベトとかはないので、そういう風にすれば完成となります。はい、まあ、こんな感じでやっていただければ、まあ本当ごめんなさい、綺麗に全部の工程をねちょっと見せれないので申し訳ないんですけども、まあ本当にそんな感じでやっていただいて、まあ人によってはですね、オイルを塗ったまんまこうやってシコシコシコってやって、オイルをすり込むような感じでやるとすごいピッカピカになるとかっていうやり方もあります。まあ180番240番320番でいっぱい磨いてください。で、特に180番でね、刃物跡をね一生懸命やると消えていきますの で、 でオイル塗った時にね、あの刃物跡っていうのすごいねキラキラしてね分かっちゃうのでね、そんなにもし乾いたと乾いてまだいっぱいついてるようになったら、また同じようにやってください。まあ、もしペーパーが足りなくなってしまったって言ったら、木工用のねあのサンドペーパーくださいって言ってホームセンターとかで いただいたりとか、まあネットでもいろいろ出てくると思います。まあ、こんな小さくは売ってないかもしれませんけど、もうちょっと1枚のシート大きいかな、 A4 ぐらいあるのかな、まあそういうのでも、まあ100円も1枚100円もしないと思いますので、よろしければまあそういうので買って使っていただければなと思います。はい、という感じでございます。まあこんな風にして作っていただくんですけども、多分このウドキューブを磨くよりも自分で使うものをね、あの磨いてもらった方が楽しいかなと思いまして、こういうのをご用意いたしました。でですね、まあ1本用の10センチ、そして1本用の15センチ、そしてね2本用の10センチと2本用の15センチと4種類ご用意しました。1本用はね、ごめんなさい、本当にバラバラです。高さが違ったり幅がちょっと違ったりとかしております。まあ10センチ同士でも違うかな、幅が違ったりとかしてます。まあこんな風にちょっとバラバラなものをご用意しております。そして2本用は、はい、厚み1センチの幅65ミリ、ここまで全部一緒になります。まあちょっとこれも他の用途でちょっと削った残りで、まあこういう風に2本用のトレイとして作りました。まあパープルハートと桜が多いです。1本用はほとんどが黒炭でご用意しております。でお値段の方、一応スターターキットみたいにこういう風にしまして、1200円、消費税プラス消費税です。で1500円ですね。そしてこちらも1500円の1800円で販売したいと思います。なんやかんやで結構数作れております。各イベント、まあ、全部ひっくるめて40個ずつぐらい持っていこうかなっていう感じでございます。次の川崎文具店さんのイベントからイベントで販売していきたいと思います。でもし余った場合にネット販売、年末やれればいいかなという感じでございます。はい、というわけで、よければペントレー自分で磨くやつ、ウッドキューブの代わりになったものですね、あの自分で楽しんでいただければなと思います。いいのか本当にこんな商品を出してと思ってしまうんですけど、うん、よろしくお願いします。はい、で僕自身のね、あの完璧な1本用2本用3本用とまで作っております。まあ長さもこれと同じく
10センチ、15センチ、そしてちょっとガラスペン用に20センチってやつも少し用意してます。まあ徐々には作っていくんですけど、なかなか数ができません。もうペンの方がちょっとかかりっきりになってしまってて、こっちまで自分の手が回らないので、はい。まあそれもあってこんな商品が出てきたんですけども、いいわけですね。はい。というわけで、こちらの商品、もし気になる方いらっしゃいましたら、イベントの方に来ていただければ購入できます。でね、本当にお時間あるときに楽しんでいただければなと思います。本当にうまくいって、この作業大好きっていう人いたら、うちでアルバイトしてください。って本気で思っちゃうんですけど、まあ冗談です。はい。というわけで、この商品用意しますので、またイベント遊びに来てください。よろしくお願いいたします。